ウォルター・ギルバートは、アメリカ合衆国の物理学者、生化学者であり、分子生物学の草分けの一人である。マサチューセッツ州ボストンに生まれ、ハーバード大学、ケンブリッジ大学で学び、後に、ハーバード大学に所属した。アラン・マクサムと共に、DNA の配列を決定する方法を考案した。また彼の考案したインスリンの合成法は、ジェネンテック社の方法とは全く異なるもので、天然に存在するものを元にするのではなく、ヌクレオチドを積み上げて遺伝子を構成するものであった。フレデリック・サンガーとギルバートは、核酸のヌクレオチドの配列を決定する方法を考案したことで知られている。ギルバートはまた、カール・ウズが1967年に提唱した、生命の起源に対する仮説に RNA ワールドという名前を与えたことでも知られている。彼はバイオテクノロジー関連の会社のバイオジェンの創業者の一人でもある。現在はハーバード大学のフェローの組織の議長を務めている。1980年代後半、彼は HIV と AIDS の関係に疑問を呈していた。しかし現在では近年のエイズ薬の急速な進歩は、HIV がエイズを引き起こすという原因の証明に追うところが大きいと述べている。ありがとうございます。